広く浅いチャンネル。こんにちは、広く浅いチャンネルです。今回はですね、岡山日産倉敷中商店にお邪魔しております。ついに出ました日産デイズの後期、こちらを今回取材させていただくことになりました。担当のカーライフアドバイザーの王さん、ありがとうございます。それでは早速行ってみましょう。こちらがハイウェイスター G ターボプロパイロットエディションの車両になりますね。この色すごくないですか。ソルベブルーをベースにしたオーシャンブルーとのツートンカラーになっている車両になります。この青と青の組み合わせっていうのがなかなかね、渋いですよね。なかなか同系色での組み合わせってないと思うんで、このブルーとブルーの組み合わせってなかなかないと思うんで、すごいね、新鮮でしたね。で、見た目はすごい新鮮で、男性的でもあり女性的でもある感じがして、どちらでもいける感じのすごい素敵な組み合わせのカラーだなと思いました。で、まあ、ぐるーっと外周見ていくんですが、横からとかはですね、特にまあ毎チェンしてもあまり違いの方は感じないですね。はい。で、ぐーっと行きまして、後ろの部分も、まあ、テールランプのデザインですとかも特に変更はないです。で、こちらタイヤですね。ホイールのデザインはちょっと変わったのかなと思うんですけど、まあ自分はターボついてないモデルなんで、もともとね、ちょっと違うんで、あまりよくわかってないんですけど、やっぱターボモデルは最上級らしく、ホイールもかっこいいですね。で、こちらは日産のエンブレム。後期から新しいエンブレムに変わっております。これ、羨ましいですね。で、反対側の後ろがこんな感じになってますね。ここもデザイン的には前期型と特に変更はないように感じました。やっぱかっこいいよね。このブルーとブルーのカラー。ソルベブルーとオーシャンブルー。いいですね。メリハリついてて。もしこれ今から後期買うんだったら、これ買っちゃうかもしんないですね。一押しのカラーだと、今回カタログの中見た感じですと、僕は一番いいかなと思いました。はい、こちら切れ長のヘッドライト。こちら変更ないと思いますけど、めちゃくちゃかっこいいですね。はい。で、デジタル V モーショングリル、輝きを放っております。ブラックアウトした部分も面積が増えたんで、いかつさがだいぶアップしてるかなと感じました。日産エンブレムも新しいものに変わってますので、決まってますね。すごい似合ってます。もうミラーカバーもオーシャンブルーですね。濃いブルーで、これもコントラストバッチリ決まってて派手でいいですね。やっぱいいね。ブルーがやっぱ映えますよね。これいいよね。やっぱね。すごいいいと思います。上から見たらね、こんな感じだし、すごいね。いいですね。新鮮に映りましたね。はい。じゃあちょっとね、ぐるっと回ってみてみましょうか。やっぱ卒がないデザインですよね。デイズ。やっぱ後期になって、ちょっと顔面はいかつさがぐーっとね、上がった感じしますけど、まあサイドに回ると、一気にこう優しさ溢れる。ハイトワゴンのデザインになりますし、テールも後ろのデザインはもうこれも安定ですね。高級感がありますし、踏ん張り感の効いたデザインかなと思いました。後ろのエンブレムもかっちょよく新しいデザインで決まっておりますね。すごいいいかなと思います。はい、それでは内装の方も見てみましょうか。まず後ろ開けますとこんな感じですね。まあ荷室は軽自動車なんで、まあ知れてますけど、はい、こちら真ん中のレバーを前に押すと、荷室の方グッとね、広がります。小物入れる収納もありますし、こちら側のレバーを引くとリクライニングしたりできますし、グッと前に押し倒すと、はい、荷室一気に拡大することもできます。いいですよね。やっぱり。で、後部座席、ちょっと乗り込んでみましょうか。自分ちょっと190センチあるんで、さあどんなもんかと言いますか、まあ前期とここは変わってないと思うんで、かなりの広大なスペースが確保されてると、190センチの大男が乗っても拳2個以上開きますからね、余裕ですね。はい。で、こちらシートの表皮が、こちら G のターボのエディションなので、合皮になってますね。革ですよね。いいな、自分はファブリックなんで、ちょっとやっぱ最上級グレードになると、シートの方も質感上がりますね。グレードアップ、合皮の革のシートになっております。まあ、しっとりサラサラと、触り心地もすごい良かったですね。うん。まあ、ファブリック好きな方もいると思うんで、これはお好みで選んでいただけたらと思います。ドリンクホルダーもついております。で、運転席の方もちょっと乗ってみましょうか。開けまして、乗り込んでみましょうか。この辺のスイッチ関係は前期と変わりないですね。お、これなんだ？あれ？これ今までで、鍵のデザイン変わってますね。前期と後期で変わってるじゃないですか。こちらエアコンのルーバーのところ、グロスブラックの加色がありますね。これ前期にはないですね。日産のエンブレムも、
ハンドルのところも新しい衣装に変わっております。これ羨ましいな。これも変えれるかな。これ変えたいね。ではちょっと乗り込んでみたいと思います。はい、まあ、座った感じは僕今前期乗ってるんで、まあ、違いはないですね。190センチでも全く違和感なく乗れるハイトワゴンは最高です。はい、センタートレイも引き出し式で小物が置けます。助手席の下にはアンダートレイがあるので、まあ、靴入れたりとかもできますしね。いろいろ使い道あるかなと思います。結構便利ですね。はい。で、こちらのスイッチ類は一緒ですね。このグロスブラックの加速、羨ましい。ん？これなんだ？おぉ、この助手席のトレイ。これめちゃめちゃ深くなってますね。これ前期は浅いんですよ。これ結構深く見えてるじゃないですか。前期はほんと浅くて、こうブレーキ踏んだら、手前に置いたものがひっくり返って落っこっちゃうような浅さだったんですけど、後期ものすごい深くなってるんで、これ置いても前に転がってこない感じしますね。ミラーの方は自動の防眩ミラーになってますんで、後ろの車がね、ハイビームになってても眩しさを感じない仕様となってます。はい、バニティミラーもね、もちろんバッチリついております。やっぱこの合皮のシートの質感いいですね。これ羨ましいポイントだな。どうしようもないですけどね。はい。で、エアコンはタッチパネルとなっておりまして、オートブレーキホールドと電動パーキングブレーキももちろんついております。すごい。非常に便利なんで、大活躍の装備ですね。はい。じゃあ降りまして。はい。今回はね、こんな感じです。マイナーチェンジした後期の日産デイズ、こちらの雰囲気が少しでも伝わればありがたいです。ほんとね、見せてもらってありがたかったですね。やっぱ実際の車両を見てみるとカタログとかネットで見てるのとは違いますんで、今回は岡山日産倉敷中商店からマイナーチェンジした日産デイズの外観と内装少しだけお届けさせていただきました。ほんの少しでも雰囲気が伝わればありがたいです。このチャンネルでは車関係が多くはなりますが、バイク、ガジェット、アクアリウム、ペット、ビザールプランツ、日用品など、僕の好きな趣味の世界を広く浅く紹介発信しています。ほんの少しでも興味があったり楽しいと思っていただけましたら、チャンネル登録で応援いただけますとめっちゃ喜びます。いろんな動画撮ってるんで、ぜひ見てみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。今回はありがとうございました。岡山に住んでる皆さん、岡山日産倉敷中商店、店舗も綺麗ですし、すごいね、アドバイザーのお兄さんもイケメンで、かっこよく優しい方だったんで、ぜひ皆さんも訪れて商談してみてください。ありがとうございました。さようなら。